今回はポケモンスカーレットバイオレットのレイドバトルに関するテーマです。星5以上のレイドバトルに勝つための共通戦術を考える、これでいきましょう。こんにちは、いつもご視聴いただきありがとうございます。この動画をご覧いただいている皆さんの多くはポケモンスカーレットバイオレットのレイドをたくさんプレイされてきたことと思います。負けてしまうとがっかりなんですけどね、1回でも勝てるとたくさんのレイド報酬のアイテムがもらえたりして結構楽しいんですよね。でもです、レイドに登場するポケモンの種類は日々変化してますので、安定して勝っていく方法を見つけるっていうのはなかなか難しいと考えている方も多いんじゃないでしょうか。そこで今回の動画では、今後のレイドでも幅広いポケモンに勝てる対策としまして、これまでのスカーレット・バイオレットでのレイドのいくつかの勝ち方を一般化した戦術を考えてみます。言い換えるのであれば、このポケモンのレイドだったらこのポケモンをぶつければ勝てるかもねっていうんじゃなくって、こういう戦術の場合、タイプの相性や耐久力さえ意識しておけば大体なんとかなるよねっていう戦術、対策をご紹介するっていうものです。では早速レイド対策の一般化した戦術をご紹介していきます。一つ目、月光が対策のおすすめポケモン。はい、まず前提として先日ですね、2023年1月から2月に行われていた月光河のレイドから振り返ってみましょう。当チャンネルでは他のポケモンファンの方々で披露されている育成論を参考にしつつ、こちらの4パターンを月光河対策のおすすめポケモンとしてご紹介してきました。それを順にご紹介します。1つ目がアタッカータイプ、ヤドランですね。特性が鈍感、技は鉄壁、怠ける、悪巧み、アシストパワー。2つ目がサポート役です。貯水道、自己再生、度忘れ、守る、アシッドボム。続いて、呼び水トリトドン、自己再生、度忘れ、守る、泥かけでした。そしてバランス型としました、貯水シャワーズです。アクアリング、溶ける、瞑想、アシストパワー。これらの特性と技構成だったんですね。こちらの4種類のポケモンはいずれも2023年1月から2月の星7つの最強月光河のレイドで少なくとも1回以上は勝利したことがあるポケモンです。これらを踏まえて今後のレイドでも幅広い種類のポケモンに対応しやすい一般化されたレイド対策っていうものを考えてみましょう。2つ目、スカーレット・バイオレットの一般化されたレイド対策。はい、ここからはより一般化されたレイド対策を考えてみましょう。今回ご紹介するレイド対策のポケモンはこちらの3種類です。この3種類の方それぞれについて順にレイド対策のおすすめの戦術をご紹介していきます。前提としていずれの方においても相手の攻撃を3発あるいはせめて2発は耐えられるような種族値のポケモンのチョイスや耐えられるような努力値配分が必要です。まず1つ目はアタッカー型です。先ほどの月光河のレイド対策で挙げたところのヤドランの役割に近いものです。積み技や回復技など状況に応じて使いつつ、攻撃面での状況を整えて相手のバリアの突破だとか、相手に対して勝負ありの一撃をお見舞いするっていう役割です。アタッカー型のポケモンの基本戦術をご紹介します。まず守備面を整えましょう。状況に応じてヒットポイント回復系の技とか道具を使いながら、相手の攻撃を4発またはせめて3発を確定で受けられるまでに防御特防を高めましょう。次に攻撃面を整えます。攻撃または特攻をアップさせる積み技だとか、あるいは特性の発動などで準備しましょう。そしていよいよ攻撃体制です。相手の弱点をしっかりついて攻撃していきましょう。2つ目はサポート型です。先ほどの月光河のレイド対策における土王やトリトドンの役割に近いです。積み技や回復技の効果も相まって相手の攻撃をほぼ確実に耐え切って、さらに変化技や追加効果などで味方ポケモンを助けることもできるという存在です。サポート型のポケモンの基本戦術をご紹介します。まず守備面の整備です。こちらアタッカー型と同じですね。相手の攻撃を4発以上耐えられれば回復以外の行動の自由もアップします。相手の攻撃を耐えられる状態を作ったら味方の能力をアップしたり、相手の能力をダウンさせたりして味方のサポートに徹しましょう。そして3つ目はバランス型です。状況に応じてアタッカー型にもサポート型にもなれる可能性のあるポケモンです。当チャンネルでは先ほどご紹介した月光河のレイドにおけるシャワーズもこのバランス型に該当すると考えています。バランス型の基本戦術をご紹介します。まず4発耐えられるまで守備を整えるっていう点はアタッカー型などと同じです。次に4発は耐えられるようになったならその時点の味方の状況から判断しましょう。
味方のアタッカーの火力が不足しているなら自身が攻撃面の積み技を使います。一方で味方の守備面が安定しないなら応援も使いつつ味方全体を強化することに徹しましょう。また全ての方に共通する注意点として、相手ポケモンがレイドバトルの最中にこちらのポケモンの能力リセットを行ってくるタイミングに注意してください。相手が能力をリセットしてくる条件やタイミングをこちらで誘導できるならば、早めにリセットしてもらうように仕向けるのも一案です。さあいかがでしょうか。皆さんはレイドバトルの対策としてより幅広いポケモンに対応できる戦術、おすすめはあるでしょうか。こういう戦術もありだと思うよというものがありましたら、コメント欄でお気軽にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではまた。